皆様こんにちは、ズッチマテアでございます。本日はあのレッツビバディに出演されているアイジさんとのコラボでございます。では早速登場していただきましょう。アイジさんどうぞ。イエーイ、レッツビバディ、そしてセクササイズ、アイジと申します。ありがとうございます。なんとですね、アイジさんはあの我ら私たちの歌姫ですよね、レディーガガのバックダンサーを務めたということで、実は今回ズッチさんにエクササイズをしていただけるということで、そこからね、今回このメイクもぜひという、ね、はい、ことでコラボさせていただけることで、はい、本当にありがとうございます。本日はこちらのアイジさんにズッチメイクをして差し上げたいと思っておりまして、でアイジさんのチャンネルではですね、ズッチがエクササイズということで、ブラック的にいいですか？そうですね、ちょっと今回は魅惑の下半身エクササイズをズッチさんに、ズッチさんにお聞きしたら、どこ鍛えたいですかって言ったら、ヒップって書いてあって、ね、ヒップアップをね、したいので、下半身ね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、それでは実際にメイクを始めていきます。出会いがあれですよね、あのクラブハウス、クラブハウスなんですよ。もう今時、今っぽく本当に今時でインスタグラムを交換し、でそこからコラボっていう感じで、そうなんです。エクササイザーのみんなに、うん、なんか誰とコラボしてほしいって聞いたら、はい、ズッチさんっていう、本当ですか？本当にあの結構多くて、でいやズッチさんお会いしたことないから無理だって言ったら、クラハにいて、はい、あってこうあの手挙げて、はい、そしたらあの、ね、心よく話してくれたで、なんかやってくださいよ、ぜひ、いいんですか、もちろん、もちろん、本当に恐縮ですよ、本当に。こういう時ってあれですよね、そのメイクをしていただいてる方のことを、はい、ガン見したらやばいですよね、やべえやつですよね。え、いいよ、いいですよ。ちょっと、ガン見だけは。次に、ご家庭作っていきますね。もう、ズッチさんが何使ってるとかは、YouTube では分かるんですか？あ、そうですね。大体持ってます。いや、あとね、今日せっかくだから、伝えなきゃと思ったのは、はい、インスタのアーカイブ保存されてる、はい、おかまじゃないよ、みたいな。はい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 。なんかあれがすごく、勝手に、共感できたらちょっとそれ多いんですけど、いや、こういう人が出てきてくれたんだなって思いました。俺をこういう風に言ってくれる人というか、あれですよね、あの自分自身はあの男とか女とか、そういうことじゃなくて、そう、自分になりたいんですよね。いや、この角場綺麗。え、見ました？はい、ズッチさんに褒めていただいたよ。本当に骨格が綺麗。ボトックス打ちたいんですよね。どこに？え、あのこう削って顔をつっちゃうんですよ。しかもこっちがでかくて、なんか、うん、なんか左右差。あ、左右差。そうなんですね。はいはいはい。ボトックスするとね、結構失敗してる方が多くて、なんかあこういう、そう、あとは笑えなくなっちゃう人とかも結構、笑わせないでそう、なんか苦笑いみたいな感じになっちゃう方が本当に多くて、全然通用しなかったボトックスに変わらず、変だね。いやいやいや、なんか僕自分がボトックスしすぎた人の顔話してて、あの結構受けていただけるんですけど、そのなんか普通なことが、あ、うん、そんな感じそう、なんか周りがボトックスしてるのすぎて、あの美にもね、あの関するところにやっぱり常にいらっしゃるから、いろんな美のね、押し売りにこうね、いろんな中にね、いろんなプレッシャーの中、そうそう、ずっちまくなとしてね。え、令和？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 平成です。え、いくつなんだろう。え、いくつだと思いますか？22とか当たっちゃった。え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、やばいかも。え、一周してる。一周して、34% かな。おとといぐらいに 35% になりました。ちょっと待って、ちょっと待って、まあ、何年ですか？トラ？え、トラ？え、ちょっと待って、やばい、トラとトラ、え、やばい、最強っていうか泣ける、え、
ストゥーピッドラブの EV のなんか裏話みたいなの聞きたいですけど、そもそも、うん、ズッチさんの歌が好きって、はい、言ってましたね。いや自分もマジで好きで、はい、普通にダンサー以前にリトルモンスターなんですけど、うん、だから今回本当にあの嬉しいというかもうちょっと信じられないみたいな、うん、でなんかまあアメリカのまあダンサーとしてのそういうオーディションって、はい、ぶっちゃけ向こうに行ってからも結構落ちまくってたんですけど、はい、でなんか知らされなくて、はい、あの振付師のリッチーのビデオプロジェクトだよって言われてオーディションを受けに行ったんですよ、はい、でそれだけ合格して、はい、でリハが始まって、はい、これガガの PV だからって言われて、はい、ってなってで、なんかその英語も、まあ、その半分ぐらい聞き取れればいいぐらいのレベルなんで、はい、でも本当かどうなのか分からなかったんですけど、3日目ぐらいにガガが現れて、みんな踊ってみせてって言われて、踊ったらガガが泣いちゃって、なんかこう、みんな本当にありがとうねみたいな、多分ガガ、体もちょっと病気だった、はいはいはい、それ多分、ね、こうポップミュージック出してなかったんですけど、でその復活の MV で、はい、みんなに。作ってくれた、その振り付けを作ってくれたリッチーまで、あのまずありがとうっていうのと、はい、プラスそのダンサーをみんなも私にもこの MV に憧れたダンサーと思わないで、自分のタレントを世界にあの見せてほしいんだよねっていうのと、はい、その体が動くってことはマジで奇跡だから、ね、うん、それに感謝して目いっぱい踊ってもらえたら嬉しいですみたいなことを言ってる、うん、いう言葉、うわー素敵です、うん、砂漠に行くんですけど、はい、あのピンク隊っていうグループだったんですけど、ピンク隊だけは砂漠を走るぞっていきなり当日言われて、うん、ダンスだけじゃないんだみたいな、はいはいはい、みんなダッシュ本気出してやってるからみんな本気出したんですよ、はい、そしたらだから一人だけ置いてけぼになっちゃって足が遅かったと思って待ってってなっちゃって結構見ましたっていう裏話はあります。足が遅かったわ、ちょっとかわいい、ちょっとかわいいですよね。じゃあそのマツコさんの番組に出られていたのは存在ですか？存在出ますよ、もうあの時はまだ世に出していなくて、で、マツコさんの番組に出させていただくそのタイミングで世にバーンと出したんですよ、はいはい、でそこから自分のそのセクシャリティのなさっていうのを世に出し、それまで隠したんですよ、ずっと。セクシャリティの なさというジェンダーレスというのを隠していた、はい、ああなるほど。だからそのでマツコさんがオーディションをしてあの人に届けるっていうのを僕はしてますよっていうのを世に出していなかった時、はいはい、でそのマツコさんの番組に出るっていうタイミングでもうこれはもう出していいかなと思ってから自分をパンって出すようになった、はいはいはい。マットのインスタで、それこそあの昨日、明日の衣装どんな感じで制作しますっていうので、はい、私これでお願いしますって言って、ズッチさんの上羅を送ったじゃないですか。ズッチさんヌード送って、これお願いしますって、かしこまりましたって。でもその、ね、冗談で送ったズッチさん その公開されてるね、結構胸筋もちゃんとあるように見えるんですよね、なんか写真も。ペラペラです。抱かれた人には下敷きになりましたから。抱かれた人に下敷きとかひどくないですか、抱かれた人に下敷きですよ今ね、脳が混乱してる脳が混乱してる、そっか、そうだよね、そっか、下敷きはひどいな、そいつ半紙、Thank you next、 半紙半紙、あ、習字感がペラ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 残ってる、ひどひどいですよ、そんなことないよね、本当にこれ新品だから、もしかしたらちょっとチクチクしちゃうかもしれませんが、でこのなんかハイライトとかもだし、結構ガッツリ入れるんですね。なんかメイク一緒だとちょっと似ますね。うん、え何？こちらキキララ？あ、ピンクと青で。青のキキララ。いかがでしたでしょうか。えなんかまずね、
匂いがね、心地いいのね。あ、それはこちらも香りがまるでずっとね、フローラルに包まれていたのと、そしてこのフローラルに包まれて、なんか自分がね、綺麗になれた。あ、本当にお綺麗で。綺麗やつした。待って。いいってしてください。すごいアベミが。あ、ダメダメ。全然エレガントじゃないって、そんな。エレガントじゃないって。大成功ですね。いや、大成功ですね。はい。で、ズッチが2人になりました。イエーイ。では、じゃこのまま、アイジさんのチャンネルで、ズッチは、でも魅惑的なダンスをしたいと思っておりますので、下半身トレーニングしちゃいます。もう本当に今からね、これからはアイジさんタイムです。よろしくお願いします。ズッチはね、もうとことんしごき上げてください。本当にヒップアップしたいから、これで聞いたら、まあ、聞くと思うんですけど、前に続けようかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ズッチさんをイメージして作りました。はい、あ、嬉しい。ちょっと楽しみです。はい、アイジさんのチャンネルは下の概要欄に貼ってあります。ありがとうございます。ぜひエレガントビリーバーの皆さんも一緒にレッツセクササイズ。イエーイ、お待ちしております。今回本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日の動画が面白いと思いましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。あと SNS のフォローもお願いいたします。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。バイバーイ。